こんにちは。今回は結婚しても話すことあるよっていうことについて話します。前回話した時の同じ人ね、同じ子が結婚したくない理由のもう一つ、まだいっぱい理由あるんだけど、その中の一つが毎日一緒にいて話すことなくなってつまんないんじゃないか、つまんない人生になるんじゃないかって、だから結婚したくないっていうのも言ってたの。いやあるでしょって、なんだろう、四六時中一緒にいるわけじゃないし、四六時中家にいたとしてもお互いそれぞれの世界を持ってるじゃない、関わる人とか友達とかも、なんだろう、興味あることも違うじゃない、だからなんだろう、話すことがなくなるとかそんなことはないんじゃないかなっていう話をしたの。また結婚したりしたらさ、お互いの関わってくる人も増えるし、また結婚して家庭を築いてっていう、その家庭で決めていくことや話し合うこととか思いを伝えることとか、なんだろう、それしないと成り立たないからさ、話すことってやっぱあるよねって思って、それはなんか言った気がする。で、なんか子供がいない夫婦でなんか一緒に仕事してる人はなんか、まあ、あんまり良くないんだけど、仕事の話ばっかりになっちゃうんだよねいつもっていう夫婦はいたけど、まあそれはそれでやっぱ仕事の話っていう会話はあるよね。だし、なんかいつも旦那さんが仕事終わりに一緒にしてるんだけど、別々のところで、例えばなんだろう、現場とあとジムとみたいな感じで別れてたから、仕事終わると奥さんのところにもう嬉しそうに飛んできて、仕事の報告みたいな、なんていうのそれも結局なんていうの、ただ事務的なっていうよりも、なんかもうなんか好きなんだなって、一緒にいるの嬉しいんだなって、話してるの楽しいんだなみたいな感じだったから、まあそれはそれでまあいいんじゃないっていう。だから全く一緒にいるから話すことがなくなっちゃうなんて、まあなんていうの、ないんじゃないって。まあ、もちろんさ、よく聞くけどね、なんだろう、何十年も経ってとか、子供が大きくなってとか、話すことがなくて、なんだろうっていうのは聞くけどさ、聞くけどさ、なんだろう、そんなさ、そうなる時のことまで考えて結婚したくないとか別に思わなくていいんじゃないっていうか、まあしたくないんだろうね、いろんな理由つけて。結婚したからなんだろう、話すことなくてつまんない人生になるってことはないんじゃないかなとか思う。やっぱ自分と違うさ、考えの人と一緒にいるようになるわけだから、自分の考えじゃない新しい考え方とか、新しい視点、なんだろう、新しい興味、まあ世界は広がるよね、単純に、単純計算で2倍になるし、まあそれに興味持たなかったり、なんかめんどくさいって思ったらまあおしまいだけど、おしまいっていうか、まあでもそうやって折り合いつけながらやっていく場合もあるし、そうしないとやっていけない場合もあるから、それはそれでだけどさ、なんだろうね、ずっとね。まあしたくないならしなきゃいいよね、そのしたくなるまでね。っていう結論で出しちゃうけど、まあでもなんかその子が思ってたみたいに、四六時中一緒にいる、結婚したら四六時中一緒にいて話すことがなくなってつまんない人生になるんじゃないかっていう、単純なことでもないと思うよっていう話をしてした。でこれも話してって言ってたから話してみたけど、うん、まあなんかでもまた違う意味でさ、結婚でなんか悶々とすることがさ出てきて、それで喋れなくなるとか喋れなくなるとか思ってたことが、もし相手がね、して否定をよくする人だったら話せなくなっちゃうとかは
まああるよね、そういうのはあると思うけど、だからなんか何でも話せる人とか、まあそういうさ、結婚したくない人って、結婚したい、結婚どうしてもしたくない人が結婚するときって、あ、本当にこの人と結婚したいと思ってするんだろうから、そしたらきっといろんな話もできる相手だろうしさ、うん、まあ大丈夫なんじゃないでしょうかっていう。まあとにかく結婚してなんか何も話すことなくなるってことはないんじゃないかなって基本的にね。まあ、子供がもしできたら子供のことでさ、やっぱり話すし、子供が大きくなったらやっぱその成長を夫婦で楽しんで話してるしさ、なんだろうね、基本的にはあれじゃない、どんどんこう分かち合う喜びも、こう分け合う苦しみも、人生って起きてくるものだから、そんなつまんないことはないんだろうなって思う。ただまあね、結婚したくないっていう、自由でいたいだと思うから、自由でいてっていうことでした。はい、じゃあまたね。なんじゃこりゃって感じ。じゃあねー。